そのままどうだったの？ちゃんと。シラフか。シラフは、シラフは。あ、そうだ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 
後ろの方が同様管理機に取り付けて、15メーター肥料を散布するって感じ。こういう形になります。この幅からですよ、7メーター、7メーター飛んでいくんです。もう、普通コースに飛ばすときには、流材のばらつきがあるんですよ、はいはい。で、これは、恐竜からペレットまで、その流材の大きさに関係なく、均等に振れる、唯一の機械です。まあ、ちゃんと4、5分で作業が終わりますので、この遠点下でのなんか体を酷使しないでできるかですね。これもすごい。これも、あ、そうです。これはもうこれが、ロータリーがの幅のによって4畳、6畳、8畳って変えるんです。こっちは野菜とか、まあ、麦もそうですけども、追肥ですね。真ん中の畝と半分ずつ使うね、対応の。どれも分かんないですね。トラクターから切っていて、仕上げ、と同時にできる機械です。カタログもらっていいですか。あ、どうぞ。はい、すいません。ありがとうございます。